私は今、北海道の支笏湖というポイントに来ています。2月上旬に来たので、めちゃめちゃ綺麗な雪景色です。とても景色がいいです。水もめちゃめちゃ綺麗です。そして支笏湖では、1月下旬から2月下旬にかけて、氷濤祭りというイベントが行われてます。こちらの撮影許可をいただいたので、今回動画にして紹介します。入り口付近にはこんな感じで氷が落ちてました。ちなみに氷濤はこのように湖の水しぶきなどでできたつららなどの氷の造形のことを指します。なので自然現象で発生した氷濤は海上外でも見れます。こんな感じで海上近くの湖と川の境界付近で氷濤ができてます。この氷濤は別名しぶき氷とも呼ばれるようです。では、このような大きな氷濤をどのように作ったかというと、支笏湖の水をスクリンプラーで散布して人工的に水しぶきを作って氷を作ってます。そして、このように少しずつ氷を育ててできたのがあの大きな氷です。というわけで、氷濤祭りの会場に入場していきます。入り口はこんな感じになってました。木の骨組みにつららがついてます。上を見上げるとつららが放射状に広がって見えるので綺麗です。というわけで入ります。会場はこんな感じになってます。とりあえず展望台に登ります。こちらの氷濤で覆われた階段を登って展望台に上がります。足元は親切に滑り止め加工がされてました。これは歩きやすいです。階段が氷でできてる。なんとか上に登ってきました。全体像をお届けしたいですが、どうやっても人が映り込みます。ちょっとお待ちください。今から人を消します。というわけでちょっと不自然なところがありますが、全体像はこんな感じです。そして展望台の裏側を見ると、こんな感じで非常に見晴らしがいい支笏湖と雪山の景色が見れました。仕上げにここにスクリンプラーを設置したのか、木の表面が凍ってます。展望台にはこんな感じの氷のフェンスがありました。氷に太陽の光が当たって透けた見た目がとても綺麗です。高さ的にはこんな感じです。そして近くの川が見えます。日が当たる部分の氷はこんな感じで溶けて丸くなってました。ちょっと何か生き物の表面みたいです。下の木を見るとこんな感じで凍ってました。ちょっと人工物か自然のものかはわかりませんが、とても綺麗でした。アップで見るとこんな感じです。とても綺麗です。音楽の PV のワンシーンのような綺麗さです。多分スクリンプラーの水しぶきが風で流されて、木の枝の上の方に氷濤ができてます。すごく綺麗です。海上から湖の方を見ると、ちょっと氷濤かはわからないですが、面白い形の氷がありました。本当に氷っていろんな形になって面白いです。
展望台を降りた先に大きな氷の壁がありました。こんな感じで中に人一人ぐらいが入れるスペースがあります。こんな感じでこの溝が膝状に配置されていて、こんな感じの見た目になってます。他にも大きな氷の壁がありました。同じ氷の壁でも見る角度や光の当たり方で色が変わります。氷のトンネルがありましたが、ちょっとつららが崩落したのか通れなくなってました。暖冬の年だとこんなこともあります。このような大きな氷の構造物は人が並ぶことがあります。ここは人が並んでるので並んで待ちます。ちなみにまた別のタイミングで来た時はここは並んでおらず、人がそれぞれ思い思いに写真を撮ってました。並ぶかどうかはその時の運次第のようです。記念撮影をしたので、そしたら別の場所に移動。この氷の建物の中にはおしゃれな氷のインテリアがありました。下からライトで照らされていて綺麗です。壁はこんな感じになってます。一番奥にはこんな感じでちょっとしたスペースと上に氷のシャンデリアがありました。会場に来てからずっと焦げ臭いと思っていた原因がここで分かりました。ここで焼きマシュマロができます。ただマシュマロ1個500円と結構な値段でした。そして焚き火付近は暖かいからか氷が溶けてました。そしたら次のポイントに移動。プールの上に氷が浮いた場所がありました。北海道の流氷の再現だと思われます。場所を移動し別の洞窟に入りました。制作過程の様子が公開されてました。そして洞窟の壁面はこんな感じです。ここは表面の様子が非常に分かりやすかったです。こんな感じで白いネットみたいなものがあり、ここに氷が張られているようです。そしてこの洞窟の先は木に氷骨がついた景色につながってました。ここでスクリンプラーと木の位置関係が分かり、この氷骨は多分人工物ということが分かりました。それでも人工物と分かっていても綺麗です。風が吹くとこんな感じで氷がついた枝ごと揺れます。次は葉っぱがついた木を凍らした場所に来ました。緑色にライトアップされてます。ちょっとお化け屋敷のようなホラーコンテンツを連想させるライトアップですが、上の方を見ると空の光と緑の人工の光が合わさって綺麗でした。何でしょう、綺麗とちょっとホラーな感じが合わさった不思議な空間でした。一番奥の大広間みたいな場所は強いライトで照らされており非常に綺麗でした。ここはライトも強いですが使われてる木の数も多いみたいで非常に幻想的な場所になってました。氷単体をアップで見るとこんな感じです。緑色の洞窟を出ると目の前にアイスキッチンという場所がありました。この氷の空間で温かい飲み物を飲めるようです。
ちょっと人が多かったので出ました。そして、目の前に氷の柱があったのでそれを見てます。この氷の柱は回り込むと中に入れるようになってました。せっかくなので中に入ります。中から見た景色はこんな感じになってました。ほぼ360度氷の壁です。そして足元にはこんな感じの照明が置いてありました。というわけで次のポイントに移動。ここは氷の神社という場所で、氷でできた鳥居とそれに関するオブジェクトが置かれてました。地面はライトで照らされていて、そして天井はこんな感じになってました。とても綺麗です。というわけで全ての展示物を見終えたので退場します。思ってたより綺麗で感動しました。そしてひよこず祭りのチケットは買えば1日何回でも再入場できます。なので夜のライトアップを見にまた夜にひよこず祭りに来ます。というわけで時間を飛ばします。というわけで夜になりました。照明がないところは真っ暗です。泊まっていたホテル旧カムラシコソカから夜の氷燈祭りの送迎バスがあったのでそちらに乗って移動。というわけで夜の氷燈祭り会場に来ました。こんな感じでライトアップされてます。というわけで入場していきます。入り口がライトアップされていて綺麗です。というわけでまず展望台に上がる階段を登ってます。階段がゲーミングカラーしてます。ライトアップされると氷に様々な色がつき綺麗です。というわけで一番上まで登ってきましたが、やっぱり人が映り込みます。というわけで人を消しました。夜の全体像はこんな感じです。夜は橋がちょっとライトアップされていて綺麗です。支笏湖の方は当たり前ですが支笏湖を照らすものが何もないので真っ暗です。この暗闇が氷燈のライトアップをより美しく際立たせてます。氷のライトアップは引きで見ても綺麗ですし、このようにアップで見ても綺麗です。いつまでも楽しめます。あんまり見ているとちょっと後ろの人が突っかえそうになっていたので移動。昼間人がいっぱい並んでいた氷の大きな壁は夜は並んでませんでした。みんなそれぞればらけて思い思いに写真を撮ってました。鍾乳洞の鍾乳石を思い出すような形をしています。ちょっとクラゲっぽいです。何かの建物の壁面です。中にあるライトが内側から氷を照らし、このように幻想的で美しい見た目を作り出してます。非常に綺麗です。来てよかったです。人一人が入れるくぼみがあった氷の壁面は夜はこんな感じになってました。せっかくなので中に入ります。中に入るとこんな感じになってました。夜光のライティングで照らされた氷の透過光がとても綺麗です。こちらは3つの
ゲーミングライトで照らされた氷の壁です。非常に幻想的。上の方はこんな感じになってました。いろんな方向からいろんな色の光が当たるので非常に綺麗な見た目になってます。こんな感じのライトで照らされてました。氷骨だけでなく足元の雪も綺麗に見えます。赤と紫の色の組み合わせがすごく綺麗です。これはまたいつか絵を描く機会があれば参考になりそうです。氷の柱は青白い光でライトアップされてました。これも非常に綺麗です。緑の洞窟に来ました。夜はよりお化け屋敷感が増してます。昼間の空の光がなくなってより緑が際立ってます。ここはちょっと光が強く白っぽい光と緑のグラデーションができていて綺麗です。氷のアップはこんな感じ。よく見ると氷の中に葉っぱがあります。やはり高原に近い場所だと白い光ができて白と緑のグラデーションが発生するので綺麗です。こことか特に綺麗でした。この建物を支えているらしき白樺の木の幹の柱もよく見ると表面が凍ってます。そして一番葉っぱが生い茂ってたところはこんな感じです。これは夜の方が圧倒的に綺麗でした。氷の表面はこんな感じです。緑色のクラゲがいっぱいいるみたいで面白い形になってます。こんな感じで撮るとまた別の景色みたいに見えます。名残惜しいですが移動。夜のカフェはこんな感じになってました。ちょっと人が多かったので移動。夜の氷の神社はこんな感じです。ライトがより強調されてすごく綺麗な見た目になってます。昼間中に入れた氷の柱はこんな感じにライトアップされてました。こちらのライトは白いライトに赤いフィルムを貼っただけのものでした。このタイプのライトは色が変わりません。それでも綺麗です。またこんな感じでランタンが置いてある場所もありました。明るさを調整しました。本物の火が使われていることがわかります。というわけで別の建物に移動。夜の氷のインテリアはこんな感じでライトアップされてました。ライトアップの効果で色がついているように見えます。奥にあるシャンデリアコーナーはこんな感じでした。昼間の太陽の光がなくなりよりライトの色が強調されて色味が強く出ています。昼と夜またそれぞれ別の魅力がありとても綺麗です。次は自然の木の枝についた氷骨が見れる場所に向かいます。真っ暗です。真っ暗ですが氷骨がある場所の木はこんな感じでライトアップされてました。そして夜のライトアップで一番私が綺麗だと思った場所はここです。
ここはあの展望台の横の壁です。ここが七色にライトアップされていて、とても綺麗で印象的でした。というわけで、ちょっと名残惜しいですが、帰りの送迎のバスの時間の関係でそろそろ帰ります。ちなみに橋はこんな感じです。よく見るとおしゃれな電飾です。さすがにこの時間はこの橋を歩いている人はいませんでした。というわけで帰りの方向に向かいます。支笏湖の方向はちょっと真っ暗すぎて怖いです。行きは人が多すぎて紹介できてなかったイルミネーションがありました。今は人が少なそうなのでチャンス。油断するとすぐこけそうになります。そういえば去年クリスマスツリーをちゃんと見てませんでした。撮影した時期は2月なのでだいぶ遅れてますが、ちょっとクリスマス気分を味わえました。この流星みたいなイルミネーションもとても綺麗でした。もうちょっとゆっくり見たかったですが、送迎バスの時間なので帰ります。夜は真っ暗です。多分これは歩くのは危険です。はい、というわけで飛骨祭り自体の鑑賞は以上になります。あとはそれに関係する情報をお届けします。私が飛骨祭りを見に行ったのは金曜日です。そして次の日の土曜日、飛骨祭りを見に行く道路を見て、すごい渋滞ができていることに気がつきました。渋滞はもう15時ぐらいにはあんな感じで発生していました。多分夜のイルミネーション狙いの人が同じタイミングでいっぱい来たのだと思います。そして夜、休暇村支笏湖付近から飛骨祭り方面を覗くとこんな感じになってました。ちょっと伝わるかは分かりませんが、あの一直線に並んでる光、すべて車です。ものすごく渋滞してます。これ全部車です。一本道の道路で2時間ぐらいの渋滞になっていたようです。そして会場の終了時間に間に合わない人が多数発生し、最終的に飛骨祭りのイベントの終了時間が21時や22時まで延長されていたようです。あと2024年の飛骨祭りは冬の気温が上がりすぎて氷が溶けました。なので2月13日で中止になりました。このような渋滞や氷が溶けるという問題が発生するので、もし飛骨祭りに来たい方はなるべく早い時期の早い時間帯に来ることをお勧めします。あと滞在時間的には、写真や動画を撮る方であれば1時間半ぐらいが目安だと思います。焼きマシュマロや何か温かい飲み物を飲んだりする場合は2時間ぐらいだと思います。というわけで以上になります。ご視聴ありがとうございました。